さんんこにちは、えー、また今日もねちょっとあの <laughs> 結構ね質問とかねあげてくれる方がいらっしゃってね、あのー、あ,れなんですありがたい話なんですけどあのー、ねいろいろまあのコメントねいろいろ頂い,い,いてでちゃんとこのお答えするってことはお答えするんだよねで前さなんか、あのー、不動産のなんか中介会社の人がね、あのー、ご質問入れてきたいでそれ今日答えようと思ったんだけど消えちゃってったりさ あの答えられるんで消えてないのかなちょっと聞いてたらもう一回ちょっとさあの申し訳ないけどあのねわざわざフェイスブックまでさあの友達申請してくれたんだからちょっとコメント入れといてコメント見たんだけどないんだよなだからまあもう一度ちょっとねあれだったらね、えー、ご質問内容について書き、えー、込んでもらえばあですねお答えできるものはお答えしちゃおうと思ってますで今日はね、えっと、この間のなんだこれえー、っと「姫路のトランプ借金500億円で破たん」みたいなね いう中ででの質問で原価償却が不動産収入から引けるうちは元本返済をしても手残りが残残るが、ね、手残りが手り出るが、ね、え原価償却期間が終われば不動産収入はまるまる収入認定され元本返済も残っていたら、えー、納,税分と元元ん納税分と元金返済分で不動産収入だけ足りなくなる ので新たな限界償却資産を手に入れる必要があるとの理解でよろしいでしょうかってことなんですけども、まあ、それもねあ,のあれなんだけど、えー、と問題はね、まあ、この人ほら姫路でしょと多分500億円ったら相当な物件じゃんでその相当な物件っていうのは多分きっと、ね、ここの中で借り、えー、入れしてるのがね信用金庫とかじゃん、ね、でそうすると多分ね土地の評価が非常に高いんだと思うんだよだから 建物、逆に言うと建物の評価がね、えー、投資金額に対して低いと思うわけ。そると減価償却っていうのはやっぱりさ、少ないんだよね。でさ、単純に考えて、ね、これ、まあ今ね、<laughs> 久々にね、これ、金融電卓出してきましたよ。ね、ヒューレット・パッカードのね、えー、いわゆる金融電卓なんだけども、あね、本当は今、あの、このアイフォンの中にね、 入ってんだけど、今、撮影使っちゃってくださいこれ、使えないからね、もう、昔使ってたやつ出してきましたよ。で、電池切れさゃ今、電池入れました、ね。で、これで見るとね、まず一つさ、考えてもらいたいのはだよ。ね、えっ、ー、と、単純に、500億円を、ね、500億円だ。ね、を、例えば、信用金庫だから、15年とか20年返済ですよね。えー、25年、30年ってなかなか信用金庫引っ張らないでしょ。そこいつを20年、ね、長くても20年じゃん。 500億円割ることの20年だったらね、年間25億円。元金ねを均等、元金均等方式なんだけど、元金を均等にして、ね、あの、未払い元金に対して利息をつけるとこういう形になるんだよ。こうね、いう形になって、で、元金は一定で減っていって、利息はどんどん減っていくっていうね、仕組みなんだけども、この作戦に出ると、 えね、当然だけども25億円のいわゆる、えー、元金の返済に対してじゃあその建物が、ね、年間の減価償却がどのぐらいな,なのかってことなんですよ。で特に木造とかだとね、えー、特に中古で買ったりなんかすると減価償却ってねあっという間になくなっちゃうわけだよね。そうするとねどうなるかっていうと利息は経費で落ちるけど、ね、元金はお金払わなきゃいけないよね。 と、あの、例えば、キャッシュフローを、おし、ね、この、全額、じゃわかりやすくと、全額さ、ねその、経費で使った数りはいろんな経費使うよね。そうすると、その、経費使っても、元金の返済の部分ね、っていうのはこれ、経費にならない。で、金利も、今、金利が安いから、どんどん経費率が低くなってくるよね。そうすると、ねキャッシュフローが仮にゼロにしても、 あのいわゆる利益が出ちゃうのよ。そしとこの利益に対して、えー、当然だけど法人税がかかってくるよね。っていうことになってくる。で、もう一つね、じゃあ今度この間ちょっと僕解説したのは、じゃあ元金均等じゃなくて元利均等方式ね。つまり月々の返済は一定なんだけど、中で元金と利息が計算されて出てくる仕組みね。で、500億円で、で、えー、金利がまあ、 どうだろうね ?2.2% ぐらいかな信用金庫だとね。じゃあ20年長くね、借り入れたとしたら、月々は2億5800万ですよで。かける12。年間3三十1億円ぐらい返さなきゃダメじゃん。で、この中がね、えー、見るとですね、初年度は元気の返済が20億です。ね、20億1600万。で、えー、金利は10億。ね、 えー、8000万ぐらいなわけね。でこれがだよ。ね比率で見たら今度これがね。じゃあ仮に1 2年、3年、4年、5年になるよね。で5年目になるとどうなるかっていうとですね。元金の返済が22億ね、えー、200万で、えー、利息は 8億万になっちゃうわけ、ね、でこれがさじゃあ続けて計算するとじゃあ10年目で計算するとどうなってんの ?10 年目は元金が24億5700万。ね、で、えー、利息はのねその年の利息は6億3900万にしかなんないの。つまり元金の比率がどんどん上がってきて利息はどんどん減っちゃうわけじゃん。 経費になる利息はどんどんん下がっちゃうわけでだからあ,ある意味でですね、あのーまあ、この方がおっしゃるようにね焼却資産をどんどん足していくってなるとまた借りり起こしてねそのだけど買うことによってねそのいわゆるえっ、ー、と買うことによって、えー、例えば不動産取得税登録免許税 えー、まあいろんな手数料があるよね不動産買うは仲介手数料もかかるよねっていうものをそのよだからキャッシュは出てって経費で計上できるものを作れることは可能なわけだから多分彼はそれをずっと繰り返してきたんだけどやっぱそれでも耐えきれなくなってきちゃったんだよねっていうのはこれ借り続けないとダメなビジネスモデルなわけ買い続けて借り続ける っていうビジネでだから、ね、じゃあどうすりゃいいんですかっていうのもねあの質問に書いてあったんだけどあのさあうーんそうじゃなんだけどなんかほらなんか若いながらに不動産投資してでねそのもう会社辞めちゃったみたいな人いるじゃん。で一時すごかったよねあのいろんなとこでさ海外旅行一緒に行ったりなんかしてねあの遊んでる姿がいっぱい出てたけど今あんまりないでしょ。 だけど自分は働いてないんだから、あのー、その収入はさ不動産に頼っちゃってるわけでしょそうするとさ「やばいじゃんこれ」ってなるよねでそういう時にじゃあどうするんですかってことなんだけども多分この人法人でやってるから、ね、普通はあのー、違う事業をセットする、うん、うことで、えー、いろんな形でこの、ねあのー、経費を変えたりね えー、いろんなバランスを取りながらやるんですよ。でもう一つはね、その役員報酬っていうことを使って、えー、所得分散するね。で、その所得分散を使って、えー、今度はね、あのー、足りないお金を今度そちら側からね、その融通してもらうっていう形にするとか、あとはね、まあ、やり方いっぱいあるんですよ。だからあのー、まあ、ただそのね、僕はちょっと地方の物件でもう何百億円って 異常だと思うよねでそれはあのうーん残念だけどできないじゃないだから例えば、ねあのー、じゃあ500億買ったけど、ね、一部ずつ、ね、その売却しながらそれで有料資産に,に、ね、まとめるとかで僕なんかの場合だと、まあ、神奈川県とか東京都内が、ね、ほとんど物件だから、ね、その分散してるよね。 分散してるけど、地方の物件あんまりね、あのー、突っ込まないわけ。なんでかというと、焼却が少ないし、あと、空室が増えちゃうし、えー、ね、これから先のさ、その、えー、人口減少を考えたって、もうピーク過ぎちゃってるんだから、で、その中で、じゃあ、どのような形のニーズが,があるのかっていうところを検討しながら、ね、投資するべきだよね。だからそうすると、そんなに数ないんですよ。だから、 あのなんかさ一時さなんか知らないけど、ね、銀行の融資がつくから買うんだよみたいな人いっぱいいたじゃんだからそれはもうみんなこういう人と同じ形の考え方なのだからそれはあの明らかにねあのうまくない作戦ですねで大事なことはさ不動産投資っていうのは投資ってついてるけども物件を買って人に貸す商売なんだよ商売なのだから当然だけども商売として、えー、物事を考えた見方ね つまり、えー、決算書ってあるわけだよね法人にするとだその決算書を見ながらあいわゆるねあのお財務だとか投資の計画を立てていくっていうのが重要なわけだからそういう中でじゃあ今年は交渉しようぜ足をとかいろいろあるんだけどもただ買い付ければ続ければいいってことじゃないですよだから僕ねあの、まあ、この間もちょっとね地方に行ったりいろんなことしてね見てきたけどうんもうあのね地方行って でかいもん構えのさ、家に住んでる人いいんじゃん。<laughs> うわぞっとするよね。うらやましくもなんともないね。うん、だから逆に言うと、ね、やっぱりさ、うん、投資っていうことで考えてきたときに、やっぱりその投資効率とかね、あとニーズだとかね、あとこれからの世の中の流れだとかね、いうことを考えながら、 やっぱり戦略的な不動産投資が必要ですよ、ね、だからあ今どうですかね地方だとむしろ広い土地なんか売却してそのお金使ってね都心部で物件買って相続対策、ねえー、で活用するとかそうすると、ねあのー、次の代に引き継ぎやすいのになんか知らないけどそのなんてうの先祖代々の土地だからとか言って、えー、頑張っちゃうんだよね。でそうすると 結果的にね、その、なんというかな、うん、いろんな、その、建築屋さんに騙されちゃってね、いろんなことしちゃったりする人もいるけれども、それもあんまり良くないんだ。あだから、あねあのー、例えば土地持ってて、そこにアパートを建てて、投資するんだったら、まだマシじゃん。ね。なんでかって言うと、もう土地はあるんだから。で、建物のものは、借り入れは建物全部だから、原価償却とね、合わせて、えー ねその、融資のね、あの、ローンの、お要するに元気にも、返済していくわけだから、比較的ね、あの、合っちゃうんだよ。だけど、ある程度これがね、その、うん、期間が長かったりすると、また逆転現象になるわけ。まあ、以前もね、あの、まあ、この、まあ、この海外とか、こっちじゃないよ、横浜海外のね、人事さんがそんなに来て、いや、先生ね、おかしいんですよ、と。ね、あの、すんごいうまくいってるはずなのに、お金が足りない。 <laughs> でちょっと決算書持ってきてみなって見たらさやっぱ案の定同じですよこの人と。うん、あれこれじゃあ無理だよねどうしたらいいですかねとかねじゃあ都心の割ルムでお買おうかって言って、ね、銀行から借りでして都心の割ルム買ってとかあと都心のねその小規模タクシーの評価に使えるようなところに買ってねで財産を少しずつこう、ねえー、移動しながら、ねあのー、都心部に、えー、資産を移したっていう、うん、こともやりましたね。 だそういう面でいくとやっぱりあのー、まあ,あねまあこのお、まあ、ご質問まあそうだ今日こう質問に答えるただからねこのご質問については焼却資産を買い足してもダメ土地がついてくるからでだからやっぱり、えーね、総合的な判断でその決算書を見ながら手を打たなきゃダメだってことねでいうことが重要なんじゃないかなと思いますねだからじゃあどうしたらいいんですかってことなんだけど、ね、やっぱり僕は あの過大な投資はね、リスクだなと思ってるわけ。だから、あの不動産投資については、バランスよく、ね、不動産を活用するってこと。ねうちなんかだと、どうだろうね、不動産が35億円くらいかな。かまあこの人から見たらね、少ないかもしれないけども、ちゃんとした資産価値のあるとこ持ってるし、で、もうちょっとあるか。まあ、で、ね、総事業で言ったらね、どうなんだろう。60億くらいの会社だから、 あのー、まあある意味ではあねえー、そんなにそのバランス的にはあのー、ねえー、悪くなるような感じじゃないね,ね確かに元金の返済ももう終わってるのもあるしねそうすると今度さ設備投資にいろいろお金がかかってくるんじゃんさでそれも計画的に修繕 修繕計画を立て,てで、それをコストに上げて、で、焼却で落としていったり、一括で落としたり、ね、することも可能なんだよね、法人の場合は。だから、そんなことを考えてやんないと、ね、あのー、やっぱり、うん、まあ、不動産投資で、やっぱ、稚拙な考え方が広まっちゃってるじゃん。だから、あのー、やっぱりね、この本読んでさ、なんか、感化されていろんなことするのはいいんだけど、ね、あんたの人生にそれで必要ですかっていうことだよ。 <laughs> うんあのー、まあ本質的なね事業として取り込まないとダメよ。うん、うん、ねいっぱい持ってればカッコいいってわけじゃないからさ。うん、うん、ねだからそれはやっぱ事業としてねきちっとあの計画立ってやるべきじゃないかなと僕は思いますよ。うんということでまあ答えとしてはそんな感じですかね。うんあとはやっぱ専門家活用した方がいいよ。うんだって。 えさああのー、我々ってさあもう経験則上なわけだろうで大体さあ「あっとどく不動産投資」ってね僕が書いた本が2000年の2月ですよでその時に僕の本が一番最初に出たわけじゃん売れなかったんだもんだ不動産投資なんか誰も興味なかったのところがさある日突然ほら、ね、その年の11月にあの金持ちさん貧乏倒産が出てでいっぺんに僕の本がバー売れたわけじゃん そういったらこれにね、伴っていろんなさ、あの、不動産投資の本が出て、今不動産投資したら4000冊くらい出るんじゃないの本。そんくらい出ちゃってる。だけど、期間はさ、たった21年ですよ。ねまあ20年か今はね、20年なわけじゃん。だから、あの、文化としてはすごくね、短期間だから、いろんなトラブルとかいろんなことあるよね。うん、だけど、あの、成熟されてないわけだから、だから、あんまりその、この成熟されてないような産業にもならないような、 あものをね要するに本読んでさなんか、うん、勉強してなんとかなる話じゃないんじゃないのそうじゃんキャップレート一つ一般の人分からないし、ね、家賃の相場も分からないしそんなんで本読んで勉強できるんですかってこと。で僕はあのねえー、っととりあえずの本を書いた時にさあのねえー、書評書いたやつがいてね このの本はネッツに加入するための負けだみたいなバカなやつがいてさいいじゃないそれでねえだって来た人みんなそういうまくいってんだもん、うん、だけどねそんなもんさいちいちねそんな本だけで学んでさできることだったらあ誰でもやるじゃんで不動産のとりゃすごい簡単なんだ仕組みはだけどこういう単純なことがわからないわけじゃんだからねその単純なこと我々見て単純なことだよねだけど その一般の人が見たら単純なことじゃないわけじゃん。なんでかと,と決算書あんまり読む人いないからなんだよね。だからぜひね、そういうことをよくね、勉強するなり、まあやっぱり、そういっちゃうんだけどさ、まあこの動画見ててね、なんかこいつ勧誘してんじゃないかと思われるの学んだんだけど、ね、それは当たり前だけどさ、ね、プロの意見聞いた方がいいに決まってんじゃんってことなんだよね。えー、まあいいや、うん、そんなことでね、えー、まああのー、やっぱり過大な投資っていうことについてはね、やっぱりこう、 あのその物件にもよるよね、うん、でそれをちゃんと見極める能力っていうものも持たないとねそのダメなんじゃないかなと僕は思うよ、うん、っていうことですまあそれが答えになったかどうか分かりませんがまたご意見あればね聞かせてくださいえそれではまたこの動画はいかがでしたでしょうかあ今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますし、また、いいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。